プロボクシングの世界戦はかつて15回戦だった互いに倒れず最後まで戦えば正味45分の長丁場となる1980年代に入ると世界王座を認定する団体の一つが選手の安全を考慮し12回戦に変更他団体も追随した サッカーのワールドカップカタール大会で前後半の終了時に追加されるロスタイムが長いと話題になっている際立っていたのはイングランドが6対2でイランを下した試合前半14分後半10分のロスタイムが表示された他にも後半に10分のロスタイムが加算された試合がある 英国人記者は指摘する。ボクシングの試合の最後に余分なラウンドを加えているようなものだと選手はつらかろうが今大会の審判員は試合で失われた時間をより厳正に計っている例えば得点後の歓喜の輪は1分強を費やすそれらの帳尻を合わせるのは当然だろう ヒーキのチームが戦う試合の最終盤は展開次第で長くもあり短くもある日本は1次リーグ第2戦でコスタリカに後半0対1とリードされロスタイムの掲示は6分追い込まれると時が経つのは早い試合はそのまま終了した次のスペイン戦に向け 「気持ちを切り替えたい」